おはようございます。おはようございます。渋滞でしたね。でしたね。ちょっと予想では12時には着いてる予定がもう12時半です。そうですね、渋滞のせいです。違う、それは違うんですよ。ぐだぐだ寝てたわけでもありません。誰かさんが、あくまで渋滞のせいです。誰かさんが、はい、今外は36度。久しぶりにキャンプに行きましょう。暑いけど大丈夫？暑いと思います。じゃあスタートでーす。はーい、今日はジャンボリじゃないので。ジャンボリじゃない、初めて来たところですね。そうだね、初めて入ってきた。まあ近いっちゃ近いですけどね、元っぱらとジャンボリの間ぐらいのところですね。そうだね。何の人？ちょっと奥か。猫ちゃん、猫ちゃんがいるよって。猫ちゃん、馬がいるんだ。ああ、そういうことか。そういうこと。ああ、なるほどね。馬のところは気をつけないと。今日はですね、朝霧キャンプベースソライロに来てみました。朝霧キャンプベースソライロ、見つけ終わりました。今日はしっぽりサイトっていうところにしてみたんで、しっぽりまったりとっぷりゆったりなんでしっぽりしました。しっぽり側に行ってみたいと思います。まだできたばかりだから。できたばかりですね。まだだってここオープンしてないもん。ここはまだまだ作ってるところ、建設に近いだった。こちらどっぷりになります。この区分けはどういう分け方なのかしら。ね、あ、そうだそう。あ、でも確かに結構多いか。三つの難点は斜め。はい、ここです。しっぽりサイト。どこ行ける？しっぽりサイト。到着です。うん、しっぽり。うん、広いんで。広いよね。とりあえず綺麗ですね。やっぱね。トイレめっちゃ綺麗です。ここに今日は、車とは連結しません。広いんで。久々にでっかいタープを張って。うん、涼しいのでやっぱり全然。そうだね、風がある。車で寝れるんで。テントも持ってきましたけど。タープで行きましょう。じゃあ。今13時36分です。結構な時間になってきた。はい。晴れましたね。終わりました。はい、ただいまの時刻2時10分、35分。まあ超簡単なんて。いや涼しい。なんだろう、なんなんだろう、八王子の暑さは。無安と感はない、ね。あ、今日あれですか、空色来るから空色の T シャツ着てきたんですか。今年モデル。そう、兵道今年モデル。兵道毎年着々と集めた結果、1週間来ても余るようになったってやつですね。俺払い下げ2万円ぐらいもらってますから。はぁ、あ、ちょっとビール飲もう。暑い。はい、ハイエス君はもう全開で全部開けて、今日は全窓を網戸にしてみました。緑に囲まれてるよ。うん、なんかあのさ、ジャンボリーの奥にあったじゃん。でもここは絶対富士山見えませんよって言われてるとこだけど、あそこみたいだね。でもあそこ下砂利なんだよな。お、いいですよ、やっぱり。ちょっと富士山は今雲があれで見れてないですけど、いや久々のキャンプ。エビスで飲みましょう。はい、乾杯。はい、
久々に来たけどいいですね、ヤン部長。こいつできたって言ってた。7月からオープンだそうです。朝霧キャンプベースソライロ。今月ですね。だからまだ全然じゃないですか。何で見たの？ですね、なんかの YouTube のおすすめに上がってきました。あ、涼しい。爽やかですね。今日はミニミニ扇風機に水を入れて湿気をばらまくマシンですね。一応買っては見たんですけどね。ただやっぱり車の中じゃこれじゃダメで、おそらく。ダメかな。湿気がね、ものすごいんで。水がだから、まあ、車はあの状態で開けて、あんなに全開でキャンプ場なのね。でもさ、動物心配じゃない。動物、はい。まあ涼しいんだけど、やっぱりだから後で暑くなってきたのつけようと思いますけど、はい、湿気がすごい。やっぱり湿気大嫌いな人がいるんで、ここに。湿気に弱いから、我が家は1階と2階常に除湿機が回ってますからね。暑い除湿機の熱で暑い暑い言ってんだ。はい、じゃあちょっと何か食べますかね。はい、今日の料理当番は嫁です。キャンプじゃルールしないちょうどですね、うちのおかんからトマトやらキュウリやらがいっぱい届いたんで、サラダ、中華サラダ、カニとホタテと豆板醤、紅花油でサラダを作っていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、いただきます。量は秘密です。めっちゃ美味しいんで、分量は秘密です。前回浜本行った時にキャンプになってチキンが食べなかった。チキンが食べない。はい、完成です。ニンニク醤油、レシピ秘密なシークレットサラダ。食べましょうか。はい、いきます。どれどれ、久々の。うまい。出てるカニとホタテが。なんかキャンプで食ったの初めてだけど、新鮮だね、なんか。そうね、美味しいですよ。美味しい。うん、よかったね。このドレッシングが最高にうまいよね、やっぱり。難しくはないんだけどね。お肉も、うん、お肉いただきます。うん、焼きすぎましたね。そうなの。そういうパターンもある。美味しいですけど。よかったじゃん。ちょっと焼きすぎましたね。ゆっくりだな今日は。ゆっくりですよこれ。いいね。今3時20分で昼ご飯なんで、夜ご飯は9時ぐらいですね。美味しいね。美味しいですね。これすごいお酒が進むんですよね、このサラダは。うん、ちょっとほら辛みもあるじゃん、豆板醤で。うん、美味しいっすですか。緊急事態です。
ね、今まだ27度なんですけどですね、嫁が寒いと暑くて寝れねえんじゃねえって言って何も上着とか持ってこなかったら寒いらしいですねもう笑っちゃうやつですねすごい寒いよ、なんかうすら寒い、うん、あ、うすら寒いやつですかでもさ、もう4時で、今4時で、あ、26度になりました。なんで23度ぐらいまで多分下がると思うんだよね。で、暑いからあんなに薪家にあんのに焚き火すら持ってきてないからポンチョがあるんであのどこからタイミングから嫁がポンチョを着出してる爆笑してください4時30分になりました。キャンプの大門の広めです。こちらの人が突然テントを張り出して急に寝始めました。カナカナが鳴いてるよ。ちょっと様子を見に行くか。はい、どうですか。勘弁してください。何を。許してください。何も言ってない。私は寝たいだけなんです何それ6時です。ひんやりしてますね。大変過ごしやすいですね。ちょっと湿度が上がって湿度が いいな。寝ました。寝れました。この久々のミニテントでスヤスヤ寝てました。ものすごいタイミングで今日キャンプに行こうと思ってて、昨夜トウモロコシが九州から送っていただいて、毎年ありがとうございます。ありがとうございます。ちょうどキャンプに持ってこれました、ね、本当、はい、すごい完璧なタイミング完璧なタイミングで本当ありがたい。ありがたい。またこれが美味しいんですよね。そうなの、立派でね、本当にすごいね、なんかすごく立派だよ。立派な。どうなってる？あのやつですね。いけるかな。入る？入れば。入るんじゃない？はい。あ、いけますね。よかった。トウモロコシを茹でて。今日の夜はですね、パスタです。パスタじゃない。随分白っぽいじゃないですか。冷麦、暑い予定だったんで冷麦を持ってきたんですけどちょっと寒いらしいですね。らしい寒いらしい、なんか私だけみたいな。そこまで寒くないですよ。だってみんなそんなに寒そうにはしてない、みんな我慢してるんじゃない。はい、いただきます。いいですね。そうめんが入ってるわけですよ。ちょっと冷麺風にね。冷麺風の一個落ちましたけど離脱しましたけど、いただきます。うまっ。熱かったらうまいだろうな、もっとおいしいです。おいしい、おいしい、おいしい。九州からいただいた、頂戴して。いやうまいですね。めちゃくちゃ甘い。なんか身も
とまってるしさ、色もいいし、粒も揃ってる。うん、うまっ。おいしい。なんかよくできたトウモロコシですね。やっぱね、今の旬の旬の旬の食材を。よし、じゃあ食べよう。ただいまの気温 22.9 度。いよいよポンチョを装着した人がいます。災害レベルですよ。猛烈暑くなりそうな気がする。サウナみたいなんじゃない。大丈夫ですか。そうなんです、ポンチョしか車に入ってなかったんで。まあ、って感じ。ちょっと何か入れとかんといかんっすね。でもね、学んだね。学んだね。真夏でも寒い可能性があるっていう。恥ずかしいけど。トイレ行くとマント着た女の人がいたって言われる。脱いでいくよ。夏のお休みは、うん、東北に行くことにしましたんで。東北今日決めようと思ってプランを、これとかツーリングマップとか道の駅の方を持ってきたんですけど、うんうん、全く読まずにこの時間なんで決まらないと。読むか。今回の目的地は、目的地だけ言うと、タッピ岬。タッピ岬、遠いよ。遠いよ。タッピです。3泊4日、タッピ。それ、ちょっとハードすぎるんじゃないですか。だから山形、あ、山形側から行くってこと。山形、そうそうそう、日本海側に抜けて、山形一泊。タッピ一泊、岩手一泊で実家に帰ると。そういうこと。そうです、そうです。可能なのそれ。はい、それということで、はい、終わりましょうか。はい、まだ寝ないですけど、おやすみなさい。まあ、そうだね。はい、じゃあおやすみなさい。ポンチョをバカにしてるな。